はいはい、なんだ、開け、中継開けたけど、ボンネット、綺麗じゃないかな。エンジンも乗せ替えてありますよ。エンジンは何？乗せ替えてありますよ。ニッパチですよ。ニッパチ。おう。2000cc じゃないですよ。やっとりますね。中もこちょこちょってしますよ。なんだこれ。あとはあなたの独り言言ってる。キャブレターはソレックス。ああ、ソレックス。44倍。50倍かなんだよ、しとるな、なんか。この間、ダイヤマン見たときと全然違うが。ラジエーター、家の中にありますよ。え、何が？アルミの三層ラジエーター。ああ、ついてないと、まだ。まだついてないですよ。家の中に置いておりますよ。かあ。なんないな。だいぶ。ホテル弁になるよりますね、何台や。取っとるですけどな。よいしょ。35の GTR の純正シートが入ってます。35、おお、これ。うわ、昔の車の匂い。なんかワックスっちゅうか、変な匂い。これ、ほんね、親父の車の匂いがするわ。はぁ、メーターも変えとろうかなんか。へぇ。いや、親父のって、昔親父が乗っとった車、幼稚園生の時ぐらい思い出すわ、この匂い。よっしゃ。こう昔流行った JAF のエンブレムをつけなきゃいけないか。いらんし。親父は何でもつけて回ろうったが、あれ。ラジエーター、ラジエーターじゃない、グリルに。いらんし。明日のためにね。そうですよ。あら、こんな羽ついとったかいな。前の人がつけてるデスダーが。デスダーがって言っとっとるベンダーで。そうでしたか。いや、よっしゃ、枝ないかな。枝ないかな。よし。こっちが内側で、こっちが外側だわ。出たれた老眼鏡が。老眼鏡ですよ。もう目が見えんですよ。出た出た老眼鏡が。細かい仕事するときはこれがないと見えんですよ。まあ、プラモデルみたいなもんだろうけどな、もう。大きなプラモデルです。子供の、あ、これは大人のおもちゃですよ。そうそうそう。違う方の大人のおもちゃでね。ピーチ入らへんか。はあ。ちゃな感じで明日のイベントに備えるそうです。またの動画で。